1976年の江別駅と周囲約 1.5km 範囲。右上の石狩川沿い、左上に王子製紙江別工場、左上方向写真街には北海道電力江別発電所が立ち並んでおり、当駅の札幌側手前からそれぞれに専用線が分岐している。また、その分岐間には両専用専用の数本の留置線を有する。 貨物ヤードが設置されている。駅裏側に4本の貨物用側線とその外側に、保線車用側線、駅舎横岩見沢側に、貨物ホームと折り返し線を持つ引っ込め線4本を有している。駅舎横の札幌側は、王子聖子専用線の折り返し線が伸びて、駅舎側ホームの札幌側が細い島式ホーム状になっている。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成エ別駅は、北海道エ別市萩手岡にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は、A09。電報略号は、越。事務官コードは13129。かつては、リシリ、オホつツクなどの夜行列車や、カムイ、ソラチ、ナヨロなど札幌を起点とした、急行列車が停車していた。 地上駅で一面二線の島式ホームと一面一線の単式ホーム、単式ホームの一部を切り替えた切り欠き機、ホーム一線、合計二面四線のホームを有する。ホーム間は古戦橋で連絡しており、エレベーターを設置している。乗り場番号は駅舎側から順に4.32.1番となっており、4番乗り場は改札から右手に進んだ等単式ホームになっている。 東駅折り返しの列車は主に2番4番乗り場から発車する。朝5時半過ぎに東駅始発、札幌方面行き、夜0時過ぎに札幌方面から東駅止まりがあるが夜間留置は行わない。1番線が上り本線、3番線が下り本線で上下本線に挟まれた2番線では通過する特急列車を退避することが可能である。 かつては、えべつや着物市開催時に一部の特急列車が臨時停車していたが、現在はすべて通過している。社員配置駅で緑の窓口、自動券売機、自動改札機を設置している。かつては抽選を一本挟んだ単式と島式の複合ホーム2面三線で、駅舎から近い順 12. に1.23番となっていた。王子聖市専用線の廃止に伴って0番ホームが、 新設され、後に、ホーム番号が振り直されている。江別市統計所によると、近年の年度別乗車人員は、以下の通りである。江別市立病院、飛鳥山公園、江別市郷土資料館、o g f クス江別工場などへの最寄り駅になっている。2007年に、江別駅前民間再開発事業により、商業業務旨と福祉旨が完成した。バス停は、 駅前ロータリー内またはその周辺にあり、乗り場は事業者ごとに分かれている。駅前から古線橋を渡った駅の南東側にバス停がある。いずれも駅前に比べ本数は少ない。ありがとうございます。